ようございます。今日は座談会の撮影です。新作ですよ。この新作を今日は座談会でご紹介したいと思います。でこれ触った？昨日来てた、ね、すごいんだよ、ね、ちょっと私これさ、すごい大量に来たの。もうあのマスクのね、粉？粉？そうそう、ファンデーションだよ。ファンデーション、マスクの。なるほどね。今回新しく入ってきたのはやっぱり粉物のサラサラ感、うん、やっぱりセミフローレスのその、うん、あのマット感がやっぱ強く打ち出されてきてるので、うん、多分そこが新しく入ったところが変わったっていうか、うん、そのジャンルが、ね、そうね、うん、入ってきた。多様化が広がった、うん、前回も多様性だったり多様化だったけど、その多様性のキャパというかその幅、うん、の広がり、セレクト完了。で今回3タイプは、質感的には、セミフローレス、マットに寄せた肌質のトレンドっていうのが、今季の秋冬になってくるので、潤いがありながらも、肌の表層はやっぱサラッとしてるっていう、そのテクスチャーはもう絶対必須で、そんな中でもちょっとあの3タイプの表層サラサラタイプをセレクトしたんですけども、いやだ、生で会えるの久しぶりだよね。そうだよ。でもそう、動画やってるからさ。今何されてる？広さんのお化粧直し。今お直ししてるのよ。3人とももうお直し。そうそう。あ、もうパクちゃん完了してる？さらっとしちゃってね。そうよ。仕上がっちゃって、もう。おにぎりとかが用意してあって、こういうのを皆さん撮影前に食べて炭水化物でね、こう元気を出すっていうね。素敵じゃない、玄米と白米よこれ。え、今日はね、でも僕はちょっと玄米のこのアスタキサンチン鮭が好きなので、こちらをセレクトします。こちらです。皆さんのスキンケア事情がとても気になります。ドラッグストアで買えるものを使っているのか、はたまたデパコス美容系、頭つけね。いろいろじゃない、だって偏らないよね。もう全然ドラッグストアだし、うん、受けない。ここで答えて。届かないよ。届かないからね。届かないのよ。でも大丈夫よ、繋がるから。ほらあそこで、でこれで本番だよね。そうだよ、そこにフレッシュなやつ。そうよ。いいでしょう、うん、いいよね。なんかそう、ホロの活性化しちゃうチーク、なんかほてってきてる場合は頬の上が赤くなってきてる。私なんて申し訳ないわよ、分かってここ本当にコーヒーはね、1日3杯から4杯ぐらいって決めてるんですよ。あのこういったちょっと話さなきゃいけない時だとか、はいはいはい、あのちょっと勢いつけたいなっていう時は、はい、大体コーヒーを飲んで、はい、ここのスタジオのコーヒー美味しいの。いやなんかさ、ぼーっとしてたら人生早く終わっちゃうからさ、いろいろやっていかないとさ。いや本当なんかもうここ何年間めちゃくちゃ早いからな。そうだよ、ね、でまあ充実してるってことでしょ。まあね、パクちゃんいい感じだよね。今日いい感じだから超上からね。いやちょっと客観的にしこってて、いい感じよ。私超冷静、超冷静に見て、あのいい感じなの。いい感じなんだ、嬉しい、ね、超いい感じだよ。超上から目線。あんたは、あんたどうなのみたいな。ヒロ先生に言われたらなんか自信が持てるわ。本当。じゃあね、これから本番に行ってきますので、楽しみにしててください。喋り続けました。喉がガラガラですけれども、もうおしゃべりの仕事は今日は終わりです。次はお写真なので、キレイキレイして次に挑みたいと思います。いい人いい人いい人がいいものを教えてくれる。なるほどね。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。
シールは、次のボーチェ の, あの紙面でのご紹介なので、秋冬の新作ベースメイクは、紙面でも、まあ、知ることができますし、動画でもいろいろ見た結果をお伝えしてますので、この動画を見た後に、ボーチェの、座談会動画を見ていただくと話がつながるのですごく楽しい。そして新作ベースメイクをこう何買おうかなって迷ってる方、そういった方は、本当に動画見ていただくことによって自分らしい、ベストなファンデーションを見つけることができると思いますので、ぜひ見てください。はい、今日は、ボーチェの座談会の撮影が終わりました。公開してから、皆様に今期の秋冬のベースメイクのことをいろいろお伝えしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。じゃあここで終わりなんですけれども、高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録にコメントをいただけたら嬉しいです。じゃあまたねー。